座ってください、はいはということで、えー、と今日はです、ねえー、最近絶好調の大谷選手の英語の実況を解説していきたいと思います。今年ですね、MLBTV を1年サブスクしていて、時間があればもう毎試合ですね、大谷選手の試合見てるんですけど、ただ、実況の英語って結構難しいんですよね。トイックのリスニングだったらまあ満点あるんですけど、最初はもう実況、全く分からなくて、えっ、なんて言ったのって感じの連続でした。 で理由は結構単純で知らない単語が多すぎるっていうのと、えー、まあ野球用語ですよねとあと数字がたくさん出てくるっていうのがこうあったんですけど単語の意味をまあ覚えたりとかあとはこう数字の表現の仕方っていうのを覚えるだけでだいぶ聞き取りやすくなりました。 今日はですね、そんな MLB 関数1年目の初級者で、普段はですね、英語の発音とかリスニングアップの方法とかですね、教えているものとしてですね、まあいろいろこう勉強したことを紹介しながら、どうやれば、まあリスニングを上げていけるのかっていうところですね、まあ発音解説をしながら進めていきたいと思います。ただ発音をランダムに解説するのはまあもったいないので、この動画では T の発音をぜひ覚えていってください。というのもですね、アメリカ英語では T 一つの発音をとっても、はっきり発音する、トゥツ,ッツッってこう、いう破裂タイプと、T がこう脱音化してですね、D っぽい、またはラギョーっぽい、日本のラギョーですね、 っぽい音になるタイプとか T がこう小さいつのようにですねストップするタイプとかチュってなるタイプなどでさえこういろんな変化っていうのがあるんですねこれを知らないとアメリカ英語のリスニングが結構きついのでまあ、その音の変化を知る、まあ、つまりリンキングですよねどう音が変化してるのかっていうのを知るだけでだいぶ聞き取りやすくなりますので今日はですねそれを学んでいただければと思いますそれでは見ていきましょう。o w t i m e all the time はいそれではまず1本目の動画見ていきましょう otani is going to be fun to watch tonight and as we mentioned Alex the expectations are just enormous we got a taste of it in 2018 on the mound we've seen the last couple of years what he can do at the plate and tonight he's going to try to put it all together is going to be fun to watch tonight はい、今晩大谷選手を見るのが楽しくなりそうですね、ということで、まあ、ポイントとしてですね、この Going to っていうのは、日常会話とかえ、早いスピーチになると、グヌグヌっていう発音になるので、Oh, t s gonna be fun.Oh, t s gonna be fun.、O、is gonna be fun これぐらいのスピード感。そして発音になってきます。T の解説を入れていくとですね、T の発音。全員日本語だと、大谷、大谷。 っていうことになりますけど、このってこの破裂する音っていうのが英語の t の特徴になります。で息をたくさん使ってですね、えー、まあ発音するわけなんですが、その結果ですね、この破裂したこう歯切れのいい音になってますね。で、えー、もう一個、fun to watch。で、そしてこの to の発音も音が実は変化していて、fun watch, fun fun っていう感じでですね、まあ、d の do みたいな音に変化しています。なので、is gonna be fun to watch tonight。 いいうふううふにに発音になっっってててますねでそしし次が And we mentioned Alex. で、まあ、さっき話した通りのはここででがすねえ、まあ、解説としてきてい。るので、まあそのでそに呼びかけてますね期待はすごいですよね。ということで。We gotta taste はい。で、we g o t a taste of it ですね。これで、まあ、テイストって味って意味がありますね。で、we g o t a taste of it 味わうとか、まあ、経験するとかって、まあ、意味になります。なので、私たちは、えー、we g o t a taste of it、まあ、見ることができました in 2018, 2018年に、on the mound. で、マウンドっていうのは、まあ、ピッチャーマウンドなので、まあ、ピッチャーとしてってことですね。で、発音的には、このガットアっていうのが、ガッタ、ガッタとかじゃなくて、ここもですね、D っぽくなって、ガラ、ガラ、ガラ、ウィグラ、ウィグラ。で、そして、テイストオブイットインっていうのも、英語って、テイスト e of ットインみたいな感じで、こう、単語単語発音するっていうよりは、もう全部音を繋げて発音します。テイス i ブレ a ン、テイス f ブレ i ン。こんな感じになりますね。で、そして、it in っていうのも、D っぽくなるので、エデン、エデン、エデン,ンっていう発音になってます。 We got a taste of it in 2018 on the mound ね、そして We've seen the last couple of years What he can do with the plate でえー、We've seen the last couple of years 過去数年は私たちは見きました What he can do えー、彼が何ができるのか with a plate a でこのプレートですね。プレートって多分日本人からするとなんかピッチャーズプレートみたいなこうイメージしやすいと思うんですがえ、プレートイコールホームプレートになります。つまり、プレートイコール、まあ、バッティングのことですね。バッターとして。なので、最近はずっと、まあ、トミー・ジョン・シューズとかの影響でピッチングしてなかったので、まあ、バッターとして過去数年間見てきました。はい。で、まあ、発音的にはですね、このラストカポーですね。こラストカポーではなくて、ラストカポーで。この t はですね、こうラスト、う、う止める感じ。 ですね。ストップする感じの last couple っていう発音になります。で、what t he がですね。what t he じゃなくて waddy, waddy, waddy みたいな発音になっているので、p の h が抜ける。これ結構あるあるですね。で、what to he が繋がって、d のと、waddy, waddy, waddy can do, w h a t you can do. で、プレートの t も、これもですね、stop, play, play, play とじゃなくて play, play こんな感じですね。で、そして最後。 えー、tonight, he's gonna try to p l a it all together. はいということですね。また、going to 出てきましたね。からまた、he's gonna, he's gonna. という感じで、この、ぐぅな、ぐ n a という発音されていて、try to pull it all ですね。で、プルイトオールっていうのが、まず、あ、ピッチャーも、えー、ヒッターもどっちもですね、今夜やろうとしてますですね。抵抗させようとしてます。で、そんな意味になります。で、また発音がね、これまた難しいんですよ。Put it all Put it all, Put it all じゃなくて、プルイトオール、プルイトオール。こんな発音になります。 はい。で、まあ、カタカナにすると、プリローみたいな感じですね。なので、通して発音してみると、and tonight he's gonna try to put it all together. はい。まあ、さっきやった try to の t o もですね、こう、d っぽくなったりするので、やっぱいろんなこう t の変化って、これだけ見てもですね、感じ取ることができるかと思います。では、えー、もう2回ですね、流してみますので、聞いてみてください。 Otani is going to be fun to watch tonight. And as we mentioned, Alex, the expectations are just enormous. We got a taste of it in 2018 on the mound. We've seen the last couple of years what he can do at the plate. And tonight he's going to try to put it all together. Otani is going to be fun to watch tonight. And as we mentioned, Alex, the expectations are just enormous. We got a taste of it in 2018 on the mound. We've seen the last couple of years what he can do at the plate. And tonight, he's going to try to put it all together. And the bases are loaded. The one, two pitch. Got it! Split fingered fastball. And はい、ということで、このスプリッターもやばいですね。で、なんかこのスプリッターまた今シーズンは、まあ1本しかヒットが打たれてないらしくて、その1本もですねもうどん詰まりの先端に当たってなんかこう変な場所に行ったやつみたいな感じなので、まともに打たれてることまだないんですよ。本当すごいですよね。はい、ということで解説をしていくと、And the bases are loaded. ですね。このロードってどういう意味かというと、よくあの銃がですね、銃をロードするってあると思うんですけど、つまり、えー、まあ、ベースがもう全部ロードされてます。えー、つまり満塁ですって意味ですね。これもぜひ表現としてよく使われるので覚えておいてください。Bases are loaded. で、the one-two pitch. ですね。この one-two っていうのはカウントのことなので、まあ、one-ball, two-strike. で、のピッチ投げてます。で、そして次に、ガレム、ガレム、打ち取りました、三振取りましたっていうまあ表現なんですけど、これは発音ですね。ガットヒーム、ガットヒームじゃなくて、ガレム。 でどういう風になっているかというと、ヒムの H っていうのがですね、まあ、ほぼなくなって、このガットの T とイムっていうが繋がります。で、そして T の音がですね、えー、こうディーポコットが変化するので、ガレム、ガレム。はい。まあ別にラリルでの日本語のラギオの音でも OK なので、ガ、え、レ、ー、ム、カタカニするとガレムでも OK です。なのでぜひですね、こう聞こえた音をそのままこう発音する。 っていう,うにですね。してみてみくださいこう見た情報、文字で見ている情報じゃなくて、その聞こ,聞こえた音ですね。聞こえたことにフォーカスするとても重要です。で、そして、スプリットフィンガー・ファストボールですね。でまあ、これはあのまあ、スプリッターとよく呼ばれているんだと思うんですけど、まあスプリットフィンガーっていうのはその手をまあ指をスプリットしてるからスプリットフィンガーですね。っていうふうに言われてますね。はい。で、ここもスプリットフィンガー・ド・ファストボールじゃなくて、この t の音なんですね。ここ全部こう落ちていきます。ストップのパターンですね。スプリッド、スプリットド、フィンガー、フィンガー、 Fastball, fastball,みたいな感じなので Split-fingered fastball, uh, split -fingered fastball. Got him! Split-fingered fastball. Split fastball And the bases are loaded The 1-2 pitch Got him! Split-fingered fastball And the bases are loaded The 1-2 pitch はいといととうことで今日はですね、一回説してみたんですが、基本的にリスニング力を上げるためには、まず言葉を知らないといけないですね、言葉。でそしてその次に発音、実際にどういう風に発音されているのかっていうのを知っておかないとなかなか聞くのも難しいです。はい、なので、まあ、そういう意味でこう発音練習ですっていうのをやっていくとリスニング力アップしていきますので、えぜひまあ動画を復習しながらですね、えー、練習してみてください。 えーまあ、おすすめとしてなんですけど、例えば好みの、あ、ここすごい、このシーンめちゃくちゃいいっていうシーンを見つけたら、そのシーンのまず単語を調べてください。でその単語を調べて、まず意味をしっかりと理解しますで。その状態で発音練習をしていくと、まあ、実際にこう見たときにですね、こう楽しみながら、本当にこう理解しながらこう実況を聞けるという状態になってきますので、えー、そういう練習というのはとてもおすすめです。 まあ、正直あの大谷選手の活躍を英語解説で楽しむためだけに英語を勉強する価値はもう十分あると思います。MLB の英語の実況楽しいですよ。<laughs> これからもですねたまにこういう MLB 関係の動画とかも出そうかなと思ってますので、興味がある方はですねグッドボタン、コメント、そしてチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。ではまた来週会いましょう。See you next week。 はい、ということで今たくさん数字出てきましたね。もう数字いっぱい出てくると、もう何してんのみたいなこう感じでやっぱなっちゃうと思うんですけど、